お疲れちゃんスロットです。今日はですね、現環境でも強すぎて大会とかでも同じデッキしかずっと使われない最強のデッキちょっと生まれちゃったので、そちらをね、はい、紹介していきたいと思います。ってことでこちらです。キョスケドリルでもうユニットぶっ込みデッキみたいな、はい、ってことで前までねスケルトンだったり、またタルババ入ってたりとか、まあ、巨大スケルトンがいない形もあったりだとか、気持ちやっぱね高回転目、そうゴブリンドリルっていうのはもう高回転で飛ばして飛ばして攻めるようなデッキだったんですけども、今すんごいなこれが。もう呪文もトルネードだけで、施設はまあ入ってないけど一応ゴブドリかな、そう施設代わりになるので、まあ、エリジャイとかにも対応できるよねと。でもあとはなんかもう陸を出して出して出して相手どっかの陸気は足らんやろみたいなデッキですね。はい、めちゃくちゃ使いやすいですこれ。さあラバ来ましたけど、まあ一旦ラバ来たんで逆サイね、はい、プレッシャーかけてあげて、まあ対応されるんでね無理はしないと思います。いやマジでねすごい、まあキョスケがねとりあえず強いっていうのはまああるんですけど、もう強すぎる、強いどころじゃないんですよキョスケは。そう本当にもう壊れてるんで下方本当にしてほしいんですけども、あーマジでこれいかないのはやばいですね。あの子ドヤンすぎ。さあまあさすがに陸が来そうなので走らなくていいでしょつって、さあヤラメも使ってリガーも使い回したのエレキですね。なんか基本的にね、まあ、こういう陸デッキで、まあ、対空なかったらなんかまあ逆をね攻めて後から少しだけね空で対応するよっていうのが、まあ、これが理想ですね。マジでねこれ陸止まんないんですよ、陸多すぎて。これいやーめちゃくちゃいいですけどあれですね。まあでもそれはね別にいいんですよ、なぜならこのゴースト止まらんやろっていう話なんですよ。でなんならここでねあそこのゴーストに対してコストを割こうもんならもう終わりよ、ムート追加で。いやさすがに来ないか。まあドリル行ってもそうだよね、これ歴残ってるしと思いながら一旦休憩。いやマジでやばいの、なんかもう大会のどっちか、そのもう A チーム A が使わなかったらチーム B が使うし、チーム B が使わなかったらチーム A が使うし、もうみんなもう絶対誰かが使うのよね。ほんとそんぐらいね強いし使いやすいデッキなの。早めに走るがディガー来る。これでもディガー使うとお主呪文やりあれヤナムしかねえじゃんと思ったらバルありました。はい、まさかの、まあでもこれはあのいやバルの外回ってんのやばいな。あれいや外回ってんのさ無理だったんだ。あ待ってこれマジでごめんなさい、やってもった痛すぎだが気合でなんとかなるもんじゃないのこれは。エレキ頑張れ、レーズビームインドラに、うわうまい、いきます。あでもこれ両サイドペコペコタイムだ。あなたはどちらを守りますか。どうしよう、いってらっしゃい。守れないが相手も守れないと。でこれはねやっぱ大事なのはね、これ右攻めといた方がいいですね。右攻めなきゃね左バルーン来てやっぱ辛いので、さあ相手辛いですよ。でここでエレキも出してしっかり防衛させてね。エレキじゃないゴーストか、ああゴルナイナ打っちゃった。はい、あぶぜ。いやマジではい芝取るんでね気をつけてください。外回るとね多分無理なん、多分です。さっき失敗したんで、なんか無理だ記憶があるな、成功した覚えがねないです。そうあんまやっぱバルーンね外回りさせてくるのはね本当のラバ使いぐらいしかしてこないんでね。いやうまいっすねあれ。そうもうどんな間でもね絶対陸が足んなくなるの。そうよろしく、もう絶対だからこんだけいてどうやって頑張って止めんのっていう、いつかはねダメージが通るんでね。さあマジアちゃんも狙いながらね、なんだろうね、いやもう本当にすごい、なんかこういうデッキなんだろうね、なんで流行ってんだろうっていう、多分キョスケがやばいんですよね結局。キョスケなんだ、ドリル、キョスケスケラ、キョスケホグ、キョスケハッキーキとか、まあ、いっぱいいるんですけど、マジ犯人こいつ、あ待ってやばい、ピッ危ない、フィジカル。さあベビードラ、ランバー、ヤンキーだな。ゴレか、ゴレで暇してるとか、あはは、こいつも強かったです皆さん、はい、腕が尋常じゃないですか、太すぎ。ラバクロやないかい。さあラバクロでした。
ラバクロにはね、こうやって低めで受けましょう。もうさっきと一緒ですね、ラバ。低めで低めで低めで受けてあげて、イニット残して、もうバチコ、バコや。ボーボー、もうあれ絶対終わりっすよ、俺もう。泣いてるっすよ。あーあーっつって。さあ、ラバクロ、オティンは、散りなさい。めっちゃ1のホバ。あ、だここでトルネード使っちゃうと、次のコウモリとかつけば、まあきついんですけども、そんなの関係ないって思うんですよ。ええやん。からの、これはゴルナイ行きたいけど、そうっすね、冷静に。しかもこれランバー突破してるんで、マジ、陸空系が絶対足んねえだよ、こうやって。そうそうそう。いや、これランバーさ、間に合うかな。お願い。いやー、2倍弾入った。あ、でも、面白い。よし、相手がラバでファイボだったら、これ、ラバクロの、ファイボか矢がわかんないんですけど、ファイボだったらちょっと危ないかもしれないですね。まあでも嫌でしょ、こんなん、絶対。あれ、男のホバリングホーステプラン来た。あー、ファイボでしたね。まだファイボでも、マジアチに使ったこのエリキは絶対生きるんでね。コウモリ来たら取れないんですけどね。ここに取れないね、誘ってます、相手。よいしょ。うわー、いい。いいプレイヤーとかいい、うまいな。まあでも俺もうまいかな。あれ、お願い、ゴルナ走ってほしかったな。今追いつかれると思いますか。ファイブ自体でしょ。追いつかれると思いますか。追いつかれます。やべえ。追いつかれちゃったけど大丈夫。なぜなら相手は陸受けがない。本当に陸受けないから、あってもね、もう関係ないね。無理やり無理やり無理やり行けばいいの。取るね。うわ、うまい。スケボン分してる。にゃー、72。あれね、マジで必死に守るプランで、ここのマジアじゃね、止まんないんですよ絶対。もう一歩一歩踏み出せば、そのね、かっこよすぎる居抜き天才。イエーイじゃないの。さあ次の相手は800位ついてますね。よろしく。いやマジで本当にこの一球ね、そしてもう基本的にも後ろから出すだけなんです。はい、まあ、さっきからそうだと思うんですけども、やっぱ基本的にね、これリクデッキってね、どん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 攻めたくなって、こう端前端前出すと思うんですけど、端前出す時もあるんですよ。あるんですけど、基本的にはもうケツですね。後ろから流す、後ろから流す、後ろから流すからこそ、相手はね、きつくなって、みたいなね、時は訪れるんですよ。いらない出しでしたね。さあ、基本的にこういうのも全部ケツです。全部ケツ出して出して、後ろから出すといつかね、気づいて、相手が勝手に気づいてくるんですよ。でもこういう甘えた気をつけというか、こういうのはね、もうあの、言っていいです。はい。まあこれはね、相手の気をつけと僕の気をつけでぶつかって、大ダメージを狙えるんで、まあこういうのがあれば全然いいんですね。で、まああの、マジック、あの、あっちか、姫です。姫が厄介なんでね、トルネードぶちかましてあげて、あ、俺めちゃくちゃうまい方ですね。はい。トルネード使ったんで、いらなかったですね、僕の今のトルネードは。みたいな感じで、なんか、ああいうダメージ出せそうだなぐらいはいいですけども、それこそトルネード、ゴルナイド。まあ、最後の最後とかね。まあ、基本的にはね、後ろから出すことによって、エリアードだったり、有利な盤面になるんですよね。やっぱ、それ、意外とね、トロ6000とか、でも、5000とか、結構大事なことかもしんないですね。そう、やっぱ、間違ってはないんですよ、ユニットの受け方も何も。結局後ろからユニットを流せてるかどうかっていう、なんか本当でもそんな、ほんまにそれでって言うかもしれないですけど、後ろから出すことによって受けから入れるんですよね。そう、端前からだとね、なんだろうな、それがカウンターに繋がらないというか、後ろから後ろからでユニットを盤面貯めていくというか制圧するっていうね。いやマジでこれ多分ノーミスとかね、僕マジでね、もう支配されてるんですよこれ。やりすぎだよ。まあ、右サイドなんでいいか。さあ、で、こういうのも、まあ、さすがに右サイド受けたけどね。これは僕、来そうだな。こんにちは。まあ、エレキで一発。ムート入れば。いやー、一発。ダメージ的には思ってて刺さってないですね。
足前今日来たら即止めっすね。うん、さあ後ろから流して流して、おい、あれマジで犬来たよね。でもさすがに犬かねえか、つけ、いやー来るよね。これ相手ドリルの受け結構きついんで、オールマの強助の受けがちょっと嫌です。まあトルネードがあるので無理せず行こう。いやー熱いよこれ。さあマジックアーチ置いて、まあトルネあるんでね、これもうトルネでぶっ刺さり案件。これちょっとやだな、その直ホーグ警戒して、相手も警戒してるっすね。でも、まあ、こっからはね俺のイケイケタイムも来るんだけど、一回落ち着くね。これさワンチャンさ走ったらさタワーいかん、いかんか。これいつでもね最後の最後にあのゴルナイトルネとマジアチトルネをできるの、いつやろうかなと思って。さすがにこれ、あ、相手ミスってんなこれ。はい、もう俺がね最後に始まり交えて取るね、ゴルナイトルネをやろうと思ってたら、もうやっぱゴルナイじゃねえドリルってね、もう気づいたらダメージ与えてるんで。いやドリルなんか加工していいな、もうちょっと受けやすいようにしてもいいかもね。1センチ離れたところにねゴブリン生まれるとかね、そういうのあってもいいかも。さあパンケーキスタジアム、こんなおしゃれなスタジアムだったの、パンケーキ気づかなかったのね。クラロアリーナとかも気にしねえかな。さビニーはねあれじゃない、なんかスパーキーとかだったけど、もう全然違う。いや強すぎスパーキーあんなこれ、もう犬来たくなんな、これ犬ガレタでも結構やばいよねこれ。マジアチャで後ろだけやりたいみたいな、これマジアチャ来たらでもえぐいもんね。仲良くね、いや同じかもねこれ、いや本気でやばいもんね。まあでも俺の強助だけちょっと優秀か、どうなんだ。さあウッドを持ってる、やべこれミスった、これゴルナイを延命しようとねしたけど、ね、やります。あーなんだこれ、同じなんだけど、あー同じやつのこれザッピーマジアチャーかな、なんか墓石ザッピーの方ですね。そう2パターンあるんですよこれが。そう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 、まあでも全然どうなんだろう、そんな大きな違いはなさそう。相手もマジアチャーでしたね。あーあれトルネがあるっすね、きっちー。はーい、でドリルおじさん来る、わあそのマジアチャはうまいな、入ってんな、ゴリゴリ入るんな。わかりました、この対決いかにマジアチャがうまかったかっていう、それがね勝敗に結びつきます。俺は別に受けてもいいな、あとはマジゴールナイトルネするだけなんだよ俺。いつぶちかますか、行ってみよう。でもゴルナイはおめっちゃ走ってっていう顔やん、一発だけね。うーん、いやマジでねマジやっちゃっすね。あとトルネで無理やり剥がしもあるんで、 いい位置だなこの相手のドリル、めちゃくちゃうまい位置だ。いやでもカウンターじゃないこれ、頭突き結構いい流れだぜ。いやもうねこういう時は端前ですよ、それ以外基本下ですけど。いやマジですぐトルネードしたくなっちゃう。あ来たゴールデンナイト、いや美味しい。さあでまあここからはまた後ろからタイムです。後ろから後ろから後ろから出して、待って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 、はい後ろから出すとねいいことがあります。相手が勝手に攻めてくれます、これ結構大事ですよ。後ろから裂いていいことは相手が攻めてくれるので、それをこう餌にするだけっていう、
射抜いて、射抜けない。お、どうせ行くか。あれはさあ、まあ無理をしないなら一旦ね。でこれはゴルナイのダッシュ用にちょっとダメ。これなんか良さそうだな。相手なんかどんどんきつくなってない。俺だって後ろから出してるだけなのにさ、めっちゃ盤面に余裕あるやん。こういう時っすね。さあこれです、来ました、チーター。レッツゴーボンボス。いやー、ウッド当たるのやばい。ウッド当たるの結構やばいです。今本気で笑えないです。うん、いやムーとか強い。ういやべえ、もう声がジジイなんだけど。わかるの？トルネードと、ごめんなさいね、マジピュイーン、犯罪。あ、やべえ、これ絶対警戒されてんな。あれ、いや強っ、いや強っ。さあで、これドリル飛ばしてあげて、防衛コスト使わせてあげて、無理はしないと。で、あとはトルネードけない。あぶねー。いや、もうやばいっしょ、これ。みんなこれだよ。え、待って待って、終わってないんだけど。トルネードけないじゃなかったよ。これは目が不思議やな。やばいやばいやばい。トルネードけない。え？わあ、マジで、マジで目腐ってましたわ、ほんとに。俺多分27ぐらいに見えたんだよね。多分200あったんだね。いや、申し訳ねえな、もう、今勝ったと思ってさ、普通に言ったら芝取りねえやん。してね。うわあ、持ってねえ。ああ、バカ笑ってんじゃん、お前。何が面白いねん。え、おい、いっか。一旦走っていいか。さあ、ロイホグダクプリはちょっとレアだけど、ちょっとマジでやばい。ほんと眼球取り出して洗いたいな。ね。本気で。4032。うん、さあ、親衛隊ロイホグなのか。さあ、まあ、親衛隊は、まあ、キョスケからすると厄介な相手ですけども、親衛隊以外の周りでね、頑張ろうぜっていう話ですよね。さあ、いや、もうずるい。上だけ踏んで、ターゲット変えたい。頑張れ。やばいこれ、めっちゃド M。 あのムート射抜いてって突っ立ってるもん。さあチャンス。おお、いや、いいよいいよいいよ。これしかも、しかもだよ。いい、やばい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 。さらにこれ延命してあげる。いや、無気抜けてみ。あー、かぶせてくんね。いや、でもこれはね、お互いだよ。お互い大ダメージだけど、さあキング起動してるかどうかの世界が違いすぎて、ゴリ守れてる。いや、いいんじゃない。あ、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。さあ、でまたユニットから後ろが、後ろが出すだけですね。もう後ろ出してもなんだあんねんちゅう話なのよ、結局は。あれちょっと嫌だけど、この新ユニット。さあ、キング起動の手助けもあって、よいしょ。まあ、あとは耐えるだけっすよね。あ、でも耐えるだけとかがね、一番きついからね。ほんとに。で、あと、マジガチ守ってたんで、なんかすごいね。支援隊ラグの最新型みたいな。そう。もうね、絶対食っから、これ。絶対食っからね、これ。見ててね。こんにちは。今度かい！来てや、今のは。いや、ここぶっ飛ばしたい。お、うう、うう、重い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 な、お前。難。さあ、でこれはもうエレキで踏んで、あ、え、あ、ここ射抜きたいのか。全然射抜いてこんじゃん。あ、さあドリル正面で時間稼いで、後ろこんにちはで、はい、オッケー。さあ、まあドリルはね、困った時には防衛でも使えるので、まあそれはまたいいことですよね。さあ、ナイスショーン。
さあ、ということでこちらのね、まあ、キャプスケマジ強いから、ほんとにガチでね、本当の壊れなんで、皆さんぜひ使ってください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。またね。